愛知県の豊橋からです。朝倉未来、朝倉海兄弟のふるさとです。馬事畜産振興協議会全郷鹿児島ウェブキャンペーン商品在中、三河牛ロースすき焼き用です。開けてみます。500g。 はい、これです。ちょっとあの見えない、表面が発光してるからね。これです。すごい、三河牛ローススライスです。すごいよ。明日すき焼きだね。頑張れ日本の肉用、肉用牛生産者応援キャンペーンご当選と商品の発送についてのご案内。多分これあの入れ水のやつだよ、ご当地銘柄和牛8000円相当、わかりました。すごい。でもほらなんか馬事畜産振興協議会っていうから、え、馬の肉が来るのって最初思ったの。多分これあれよ、私井出光のレシートについてくるキャンペーンのやつじゃないかなと思うんだけど、競馬だって、競馬、競馬畜産、違うよ、三河牛です。なので明日はすき焼きにしたいと思います。じゃあもう冷凍しないで冷蔵庫に入れて自然解凍しておこうか。やったー、すき焼きなんてお正月の時しか食べられないけどね。今回は贅沢にも食べられます。しらたきを入れます。ちょっとたくさん買いすぎてしまったけど、まあいいでしょう。切らなくても良さそうです。春菊です。ちょっとあんまりよくよろしくないかな。今日は週に一遍のコープデリが届く日だったんですけど、今日すき焼きにするのに近所のコープで春菊がなかったので、ちょっとバイク走らせて八尾港まで行ったんですね。で帰ってきたらコープデリさんが来て、なんと私春菊頼んでました。
でもそっちの春菊は、サラダで食べるようなので、まあいいかと思ったんだけど、ちょっとこの春菊あんまり鮮度良くない。でもしょうがないですね。下の方まで食べたいけどあんまりいいと思うので切っちゃいます。石づきって言わないのか。こういうところが嫌なんですよ。石づきちゃん。で、えのきは。コンポストがあるので、後でコンポストを入れちゃいます。入りました。椎茸、今回はクルマフラー買ってきました。これもちょっと焼かしておきましょう。ぬるま湯につけます。浮いてきちゃうのでお皿のっけておきます。それでももうちょっと入れようか。
しまいには硬そうなので切ってしまいます。
から割り下を作ります。まず最初にお水 100cc、 そしてみりん 150cc、 お醤油 150cc、お酒 50cc、 そしてお砂糖 50g、 私は、こちらきび砂糖使ってます。上白糖あまり使わないです。に切ります。玉露園の昆布茶。私は木のスプーンを使うことが多いです。なんでかというと、味見をするときにステンレスのスプーンだとものすごく熱くて潰しちゃうので、でも木のスプーンだと味見をしたときに唇が当たっても熱くないので、よく木のスプーン、木べらとかね使います。甘いかな、お砂糖多かったのかな。でもすき焼きだからね、ちょっと甘め。まあこれ関東風のすき焼きですね。割り下を使って作るのが
の方だとお肉を焼いた時にお砂糖とお醤油とお酒をかけるのかな。でお肉を楽しんでから野菜を入れる。これは関東風のすき焼きですね。野菜も切れたし割り下もできたので、あとは、お鍋に入れて炊きます。ではまた。さあそれでは間もなく5時半ではありますが、もう作っていただきたいと思います。この鉄のお鍋に、しないんですよ、すき焼き用のお鍋は。買ったとしても年に1回2回ないかな。実家でしか食べないんですよ、すき焼き。お正月に食べるって感じ。じゃあお肉入れていきたいと思います。うわすごい、ちょっとあこれです、これ、あちょっと早いか、ちょっと早い、焦ってはいけない入れたいと思います。最初に4枚ぐらい入れようかな。すごいいい匂い、すごいいい匂い、早く食べたい。何から入れましょうか。あ、こぼれた。なんて雑な形。ネギ入れます。春菊入れます。あ、落ちてた。
ードして白滝入れます。お豆腐入れます。青いネギちょっと散らします。椎茸も入れましょう。ちょっと飾りしてみました。よし、これで割り下入れます。割り下甘いかなと思ったけど美味しくない？ちょうどいいね。上手にできた。
食べてるよって。ということで、また。